鈴木直樹くん、野球してそうな名前だな。おかけになったお電話は、あ、電波野球してるわ。場所にいるか。次、高橋、翼。はい、あ、出た。高橋です。はい。どちら様で？え、俺。ああ、いや、知らない番号だよ。俺、知らんの？名刺から登録してると思うんだけど。名刺？知らないね。ああ、なんか名刺とか渡すタイプの人？名前は聞いたことあるかも。さあ、何しろ何百枚ももらってるからな、名刺。もらってるの？ああ。交換しようんじゃ、めちゃくちゃ交換しようんじゃ。やり手のサラリーマンなんか。あのさ、君。はい。今何時か分かってる？ 4 時44分。うん。そういうことだから。そういうことでなんだ？ 4 時44分。シッシッシって、シッシッシってどっか行けってことか、お前。うまいな、お前。うるさいわ。田島、なんて読むこれ。夏美？あ、これで夏美って読むんじゃ。夏美って言ったらさ、春夏秋冬の夏にさ、美しいのイメージがあるけどかからないよね。現在そんなことどうでもいいよね。中野リサちゃん。ただいま電話に出る。山本誠くん、誠ちゃん、なんとかしてくれ、誠ちゃん。お電話ありがとうございます。ジャスティー春日谷店担当の米山と申します。ん？米山？はい。山本じゃないんかい。当店にそのような名前の者はいないと思うんですけど。いや、まずお前が山本ちゃうんかいって話やけどな、お前。ここ米山って誰だ、お前。はい、すみません、失礼いたします。なんか会社の人みたい。吉田めぐみ、おかけになったおで渡部彩香、絶対こいつ渡辺って間違えられたことが何度かある。わかるぞ俺には。誰？あ、繋がった。何こんな時間に。何これ喋られた。は？なるみ？なるみ。誰それ？知らないんだけど。え、お前の仲間じゃない、ナルミ。てかもしかしてさっきリサに LINE した人？リサ？超怖いって泣いてたんだけど、あの子。何？何なの？つながってんの、お前ら。そういうのお断りだからマジで。やめてくんない？何がお断りじゃん、お前。なんか怖い気も。さよなら。俺やいよるとしてるお前にはやらんからな、出会いち。お前みたいなには、お前自分はされるタイプの人間だと思うなよ、バカ野郎。あ、だ、みほろちゃん。え、何、思い出したって。え、思い出した、高校の時同じクラスだった子だ、懐かしいな。卒業してから全然連絡しなくて、最初は分かんなかったけど、 LINE 以外の連絡先はちょっと分からないな。他の同級生に聞いてみるよ、お願いします。うわぁ、みほろちゃんめっちゃ優しいやん、ここまでやってくれてる。期待期待。あ、こんなん送れるんじゃ。あったな、そういや、写真、ちょっと、10分ぐらい前の話やけん、若干忘れ気味だったけど、あったもんな、最後の写真が。せまと拾った場所だったよな、向かってるってメールのことを教えたろう、なんか、そんな教えることなんだろうか。さっき、今向かってるってメールが来ました。誰から？多分彼氏。
文字化けしていて分かりません。他にもいろんなものが文字化けして読めないんです。そう、この情報も送っといてやろう。拾った場所の写真がありましたとか言うたらちょっと若干怖いわこれえってなるもん。いじってる時に撮っちゃったんじゃない。充電が切れてたので家に帰ってから電源を入れました。ミステリー、あ、メール来た、メール来た、ちょっとメール来ましたよ。まだメール来たよ。どれ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 、これ今駅にいるよ。八文字駅。あんまり女の人と話さないでね今ナウで話してたわ。 LINE とはいえ話してたわ。え、何こっちのことが分かってんの。駅、駅、誰かが来るニュータイプが、主人公ニュータイプみたいなこと言い出したや嫌なものが来る。神指なんかそのあたりかどうしたの、それどうしたのってなるわ。頭がどうしたのじゃ。これうちの最寄り駅に来ているってメールが、うーん、ねえ、もしかしてだけどその携帯 GPS ついてるんじゃない。ついて、あー、え、いきなり何なん、羊、電車、踏切、車も走るんな。何が聞かせたかった、何を聞かせたかったんだこれは。報告報告、もう何かがあったらみほろちゃんに連絡じゃ。まあ上司か、みほろちゃん上司かほうれん草やん、報告連絡相談になってしまったのよみほろちゃん上司か。電話があった、無言電話、誰かが来る。落ち着いて、優しい、こんなちょっと初めて会った人に優しいな、みほろちゃん。わあ、みほろちゃんちょっと仲良くなれそうな気がするわあわよくばもう付き合って恋人になって結婚していい生活送りたいわ一緒に。あ、交番に届けてくる、元あった場所に捨ててくる。え、ちょっと待って、いきなり話が展開しそうな話、捨ててくるってもうそこで終わりになるんじゃん。え、ちょっと待って、セーブさせて。え、これ選択肢選んだらどうにかなるんじゃんこれ。ねえねえねえ、みほろちゃん、これ交番や、普通は交番や、これもう交番に届けてくれ。待って、とりあえず GPS を切って。了解。家バレだしって焦るわけでも、ね、焦ってるかもだけど、精密に場所が分かるわけじゃないけど多分大丈夫だよ。相手が誰だか分からないんだし、下手に外に出る方が危ないと思う。なるみちゃん、昔と友達とあんまり連絡を取ってみたいないみたい。もっといろんな人に聞いてみるから、ちょっともうちょっと待ってくれる。って今ちょっと上の方になんか出とったよな、チラッと。見てなかった、メッセージ読むに見てなかったけど。え、何が来たん、ちょっと待って、何が来たん、メールしちゃうな。 LINE も来てないし。え、今ちょっと上の方に出とった、見逃した、見逃した、ちょっと重要だったかもしれんけど見逃した。ちょっと、え、ちょっと知らんアプリ触ってもた、知らんアプリ触ってもたなんかカップルのゲーム始まったBGM 流しとったせいでなんかよくわからんことになってしまった。ナウローディング、ちょっとなにこれえ、駅、ちょっと BGM 合ってない、合ってない BGM2 つも長さんとってる、ちょっとお、女の子が彼氏と会った感じ。駅でデートとはな、改札で待ち合わせしとんじゃん。で、これあれ、こんなちょっとシートを広げてる、ここで昼食的なピクニックで、こういう感じで椅子が並んどって、ちょっと BGM 止めたい。
BGM が止めたい。BGM 流すんじゃなかったわ。BGM の不協和音。あ、寝てる女の子寝てるわ。さあ彼氏の男の子何をするかなと思ったら土に飛んだわな。けどさ、ちょっと待って、これさ、これさ、あの写真と同じ内容になっとんじゃん。これ思ったより混んでたね。ごめん。いいよ。でもどこに向かってるの？内緒。あ、 BGM 止まった。やったけどゲームの方も BGM 止まったわ。なあ、もったいないな。内緒。ただとても素敵な場所だったりして。じゃーん。さあ、画面変わった。さあ、画面変わりましたよ。ちょっとちょっと、なるみさん、スタート画面変わりましたよ。死神が映ってるよ。あんた、そんな不気味な人間だったのか。あと、スマホアプリは？スマホアプリは？メールが来た。さ、三つ目。これ以上、他の女と話さないで、焼き餅焼くよ。お前、これ焼き餅のレベルじゃないぞ、お前。あと、アプリの画像、どっか消えたよ。どこにどれがあったか覚え、あんま覚えてない？これゲームだったの？この辺にゲームあったよな。いや、ちょっと、汚染ようになってる。汚染ようになってるよ。ちょっと、待って、これバグ？ゲームのバグ？え、こういう仕様なの？わからん。変身できるんかい？え、焼き餅焼くよ。今ね、来ないでください。どこへ行くのですか？これさっきセーブしたい。ちょっと待ってちょっとね、なんかセーブのタイトルがついとる。とても好きな場所だよ。とても素敵な場所だよ。とりあえず返信じゃ。どこじゃ、メールどこやったっけ。じゃあこれじゃない。え、どこ変身。今まで来ないでください。どこへ行こうとしたのですか？どこへ行こうとしたのですかって何やねん。ちょっと選んでみよう。どこへ行こうとしたのですか？のんきやな、これ。これ送る主人公、のんきやな。どこへ行こうとしたのですか？知らんわね。これ変身来るんかな？え、来た！変身ちゃうわ、これ。え、誰？あ、めぐみちゃん。え、このタイミングで？なるみちゃん、久しぶり、元気だった？ふざけんな、お前。あ、ごめんなさい、拾った人ですよね。ごめんなさい。なるみちゃんと連絡取れましたか？取れんかったんよ。ていうかさ、画面が変になったんよ。無視するってな。無視はかわいそうだろ、まだです。連絡先ご存知ですか？あーおー、どうしたん？あら、これ現実世界の方へ入った。後ろに誰かいる。一体いつから？どうしてやめてって言ったのに。え、生温かな感触が喉元を撫でた。ゆるりと、しかし力強く締め付け上げられていく。もがいても宙を浮くばかり。後ろにいる何かを問えることはできない。違うんだ、悲しませることはしないで。霞んでいく視界の端に悲しげな顔をした男を見た気がした。男！なるみちゃん、なるみちゃん。そうか、お前はそんなやつか。